蛍夏菜と申します。よろしくお願いいたします。あなたの同期がもう一人いるの。そろそろ来ると思うんだけど、須藤さんが来たら一緒にみんなを紹介しようと思ったんだけど。そうですか。でも遅刻だとしたらやめてもらった方がいいんじゃないですか。勝手に変なあだ名つけるのやめてください。裁判に勝てるつもり？まあそれだけ審理に集中してた証拠だし。木槌が気になって弁論がおろそかにならないようにね。最年少弁魔師。お待たせ、アゲハッピー。アプリを差し置いてナイスバディが見えないのか。ハチミツブンブンがセシルンを指名するわけないよ。法から逃れるための芝居やったなんて、少年の腐っとるばい。あん人たち、その分仕事は確実だし、人のこともよく見てる。あんたが反感持ってるのだってとっくに分かってるのよ。一度キリジーと組んでみれば。待ってたよ。醤油ば持ってくっとば忘れた。あと揚げ麺とキャベツも。何作るの？長崎名物皿うどん。どうせ分かんないんだから黙ってて。八つ当たり。誰のせいでこうなったと思ってるの？私はあんたのおもり役じゃないんだからね。ごめん。まだ治らない分。別に前から聞いてみたかったんだけど。ん？いつから日本に来たの？裁判の効率のためって言われてますけど、根底にはウドへの差別があるんですよね。振り向いてもらえなくてもいい、ただ思ってるだけならって。東京の星空と全然違う。久しぶりに見た気がする。小さい頃はよくお父さんと二人で見てたな。お父さんは日本に？日本に来てすぐある事件が起こってセシルは殺されかけた。ママはセシルを守るために相手を魔術で。魔術使用は国内外禁止やて失中ろうに。夢中だったので。ブーン！何すんのよこのエロガール！ねえ、写真を仕事にしていてね、風景写真とか雑誌用の写真なんかでになってあげてほしい。はい、私にできることがあるなら。でも、あの、誰も信じてくれないし、セシルの記憶も飛んでるから証拠にならなくて嫌な思いいっぱいした。今行く。行こうナチ。いい気持ち。忘れてるだろうけど、あんたが以前捕まえたノーフェイスって強盗団、その容疑者の一人がカナダでのことなんだけど、セシルちゃんから何か聞いた？え？